用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。エフフォーリア、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエフフォーリア鼻に立ちます。その後ろからはダノンザキッド、この馬も上がっていく構えです。さらにはグラティアス、8番ヨーホーレイク、その後ろ先手を取ったのはエフフォーリア、間が空いてタイトルホルダー、赤の帽子シュバリエローズ、その後ろその横にラーゴム、これに続くのがアドマイヤハダル、ニンニクマシマシ、すぐ後ろ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。並んで12番ディープモンスター、その隣にステラベローチェ、しんがりから高速レース、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番エフフォーリア、依然として先頭、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。リードは1馬身から2馬身、これに続いてダノンザキッド、大きく離れましたタイトルホルダー、先頭は依然としてエフフォーリア、ダノンザキッド、ほとんど差がありません。間を挟んでタイトルホルダー、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はエフフォーリア、ダノンザキッド続いています。離れてタイトルホルダー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。エフフォーリア先頭、残り 200m を通過して、先頭は変わってダノンザキッド、2番手はエフフォーリア、ダノンザキッド先頭だ。先頭はダノンザキッド、1着でゴール、2着は微妙です。勝ったのはダノンザキッド、このレースを制したのはダノンザキッド。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアドマイヤハダル、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアドマイヤハダル行きました。続いて前へ行くのはエフフォーリア、さらにはグラティアス、12番ダノンザキッド、その後ろ先手を取ったのはグラティアス、これに続くのがシュバリエローズ、白の帽子タイトルホルダー、その後ろヨーホーレイク、この馬もこのグループ、ラーゴム、すぐ後ろ内からはニンニクマシマシ、その外からステラベローチェ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その後ろからは高速レース、しんがりからディープモンスター、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番エフフォーリア、一気に先頭に立ちました。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その隣にグラティアス、そして大きく離れてダノンザキッド、この位置です。さあ先頭はまだ3番エフフォーリア、グラティアス、ほとんど差がありません。間を挟んでダノンザキッド、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はエフフォーリア、その隣からはグラティアス。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってグラティアス、2番手はダノンザキッド、グラティアス粘る、先頭はグラティアス、1着でゴール、2着にはどうやらダノンザキッド、3着にヨーホーレイク、グラティアス、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。グラティアス前に行きそうです。ダノンザキッド、それに続いています。さらにはヨーホーレイク、1番アドマイヤハダル、その後ろグラティアス、先手を取りました。少し離れてエフフォーリア続いています。並んで8番シュバリエローズ、オレンジの帽子タイトルホルダー、その後ろすぐ隣にラーゴム、すぐ後ろにディープモンスター、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その外にステラベローチェ、その隣にニンニクマシマシ、最後方に高速レース、
各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。3番グラティアス、依然として先頭ヨーホーレイク。この馬もこのグループ 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。そして大きく離れてシュバリエローズ、この位置です。前はグラティアス、ヨーホーレイク、ほとんど差がありません。間を挟んでダノンザキッド、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はヨーホーレイク、並んでグラティアス、間が空いてエフフォーリア。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はグラティアス、残り 200m、 グラティアス意地を見せる。グラティアス粘る。グラティアス先頭だ。グラティアスゴールイン。2着にはどうやらダノンザキッド、3着にエフフォーリア、勝ったのはグラティアス。このレースを制したのはグラティアス。アドマイヤハダル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアドマイヤハダル行きました。続いて前へ行くのはヨーホーレイク、さらにはダノンザキッド、6番グラティアス、その後ろ先手を取ったのはアドマイヤハダル、間が空いてエフフォーリア、その隣にシュバリエローズ、その外からタイトルホルダー、さらにはラーゴム、その後ろにディープモンスター、その後ろにステラベローチェ、並んで11番ニンニクマシマシ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。オーソクレース、それに続いています。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。1番ダノンザキッド、リードは1馬身から2馬身、 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。タイトルホルダー、それに続きます。さあ先頭はまだ1番ダノンザキッド、2番手はタイトルホルダー、ヨーホーレイク、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はダノンザキッド、離れてタイトルホルダー、内からはヨーホーレイク。さあいよいよ直線の攻防、ダノンザキッド先頭、残り 200m、 グラティアス追い上げてきた。ヨーホーレイクいい足で追い込んできました。グラティアス差し切った。グラティアスゴールイン。2着にはどうやらダノンザキッド、3着にヨーホーレイク、勝ったのはグラティアス。このレースを制したのはグラティアス。